フォーンスクエアインクはカリフォルニア州サンフランシスコに本社を構えるマーチャントサービスアグリゲーター及びモバイル決済企業である。スクエアレジスターとスクエアワレットといったアプリケーションやサービスを売り出しており、2009年にジャック・ドーシーとジム・マッケルビが設立し、最初のアプリケーションとサービスがスタートしたのは2010年のことだった。スクエアレジスターは アメリカ合衆国、カナダ、日本の利用者や店員が iOS や Android が動くスマートフォンやタブレットをデビット及びクレジットカードとして使用することができる。またこのアプリケーションでは手動的にカードの詳細データを入力することやスクエアリーダーという対応スマートフォンやタブレットにあるオーディオジャックに挿して磁気ストライプを読み取る小さいプラスチック製端末に通して カードをスワイプすることができる。スクエアレジスターアプリケーションの iPad バージョンではインターフェースが従来のレジに似ている。スクエアワレットは利用者が保存したクレジット、デビット、ギフトカードを使うときに自身の名前で簡単に注文できるように勘定書と支払いを設定することができる。2012年夏、スターバックスはデビットやクレジットカード支払いを行う客との トランザクション処理にスクエアを採用することを発表。さらに最高経営責任者のハワード・シュルツがスクエアインクの取締役に就任しスターバックスもスクエアに2500万ドルの投資を行うと報道されている。2009年にあったジャック・ドーシーによるスクエアのオリジナルインスピレーションはジェームズ・マッケルビがクレジットカードを受け入れなかったため自身の ガラス製蛇口とその付属品を2000ドルで売ることができなかった逸話によるものである。スクエアという名は形状が正方形な自社製のカードリーダーを指す。また通常、アーウィスクエアと支払い時に使用されるフレーズをも指している。スクイレル、スタッシュ、ワーレットといったいくつかの棚も考えられたが不採用となった。 2010年初めにスクエアインクによってスタートしたスクエアのアプリケーションは iPhone、iPod Touch、iPad、Android 対応携帯電話に対応している。スクエアは Twitter の生みの親で知られるジャック・ドーシーとの共同設立でドーシーは最高経営責任者、サラフライヤーは最高財務責任者を務めている。スクエアには現在400人以上の社員がいる。 2011年5月開催のテッククランチディスラップットコンファレンスにてスクエアはカードケースとレジスターという2つの新作アプリを発表したカードケースはマーチャントメニューを見たりモバイル支払いを行ったり仮想領収書を受け取ったり他のスクエア対応マーチャントを見つけることが可能となっているスクエアレジスターとは販売時点情報管理ソフトウェアで 渋滞のクレジットカード端末とレジを置き換えることを目的としている。現在本社はサンフランシスコのサウスオブマーケット地区ミッションストリートにあるクロニクルビルディングに入居している。2010年よりアメリカ合衆国で利用可能となっているが海外進出として2012年末にカナダでも利用可能となった。2013年5月。 三井住友フィナンシャルグループと提携し、日本にも進出し、同社参加の三井住友カードとの合弁会社、スクエア株式会社が展開している。日本では取引手数料は3.25%となっている。2016年3月7日からは合衆で、2017年3月28日からはイギリスでサービス提供を開始した。マリッサ・メイヤー、ケビン・ローズ、 ビズストーン、デニス・クローリー、ショーン・ファニング、エド・クラマー、エスター・ダイソンといったエンジェル投資家から出資を受けている。以降、いくつかの投資ラウンドにて増資し続けている。2012年9月時点の企業価値は32億5000万ドルとされる。現在支払い時に使用するカードリーダーを提供しており、自社製の対応アプリケーションは、アップストアや Google プレイより無料でダウンロードできる。 クレジットカード取引の度に2.75%の手数料を徴収している。この手数料率は従来のクレジットカードプロセッサより高いが、スクエアは従来のクレジットカードプロセッサには利用者に開示されることのない多くの隠れコストが含まれていると主張している。スクエアでは読み取りでの2.75%を超える追加手数料はかからないとされ、月額手数料や セットアップコストもなく、これらのコストは平均して、従来のクレジットカードプロセッサのコストよりも格安と、同社は主張している。スクエアは、コンサルタント、フードトラック運営者、従来的な商売人といった事業者にとっても便利なアプリケーションと認識されている。2012年8月、スクエアはすべてに包括的な月額275ドルの均一料金プランを発表。 このプランは年間のクレジットカード取引額が25万ドル以下、月間取引額が2833ドルを超えない全マーチャントが利用可能である。もし年間、月間の取引額が超えたら、従来の2.75%モデルにプランが戻される。スクエアは興味深いマーケットステージングモデルで、両面市場を構築しようとしている。 支払いは入り込むことが非常に難しい空間であり、特に支払いメカニズムを使用開始を同時にした時にバイヤーや売り手の必要な量を確保することが非常に難しいのが理由である。スクエアはこの時単一の集団をターゲットにすることによりこの問題を解決している。バリュープロポジションを読み取るスタンドアロンのクレジットカードはマーチャントが製品を採用するのに、 十分である。エキュエーションの消費者視点では未だに一周されていて、小売りでの支払いを完全に混乱させる可能性を秘めているが、当初商売人に売却されるという夢とは言えない。読み取られた支払いは1日から2日の事業日のうちに、使用者の銀行口座に直接入金される。場合によっては、スクエアは不当たりで保留されている問題がある場合、 ユーザーに支払いを留保することができる。スクエア製リーダーは 3.5mm オーディオジャックに直接接続して簡単に読み取れる構造であり暗号化されていないアナログのカード情報は増幅かつデジタル化されスマートフォンに送られる。自社の技術は PCI DSS に適合していてベイリサインの認証を受けている。2011年3月、ライバルのベラホーンは スクエアのシステムは危険で合理的で熟練したプログラマーが再配置できるアプリケーションを作成することができてスクエア製デバイスをクレジットカードのスキミングして詳細情報を入手することに悪用できる可能性があると主張しデモビデオとサンプルのスキミングアプリケーションを実写サイトに掲載した。同ー,ーは不公平で不正確とベラホーンの主張に反論。 カードデータはカードから視覚的に収集することができると述べた上、さらにこの主張に対してカード発行会社が詐欺防止策を提供している事実を無視しているとも反論した。現在自社製デバイスには SSL、PGP を含むストロングエンクリプトグラフィを使用している。自身の暗号キーは長さが少なくとも2048ビットとなっている。カード番号。 次期ストライプデータ、セキュリティコードは、スクエアのクライアントデバイスには保存されておらず、アワスプの定めるガイドラインを遵守している。サポートは、電子メール、YouTube ビデオ、Twitter フィード、オンラインヘルプセンターを通じて受け付けられており、電話でのサポートは、年末年始、臨時休業を除き、毎日午前10時から午後6時まで受け付けている。一度、 使用者の問題への対処が遅れたことを批判されたため、使用者の問い合わせに対する所要時間は、現在24時間より短くするように定められている。ビジネスインサイダーは、使用が簡単で、シンプルかつ、エレガンスと称賛していて、ジャック・ドーシーをスティーブ・ジョブズと持ち出して、洞察力がある企業家のカリスマと、好意的に報じた。 The Next Web も Square のウェブサイトである s q u a r e u p c o m をデザインと、神秘的な魅力を称賛した。Apple が開催した iPad2 のイベントで、Square の製品が展示された。Gigam も製品を破壊的技術と称した。2013年5月、Square は重火器の取引に自社のデバイスやソフトウェアを使用させないと発表した。 創設者のジャックドーシーは、小売業者向けの利用規約を改正し、銃火器そのものや、銃火器の部品、弾薬、物理的な障害を引き起こすために設計された武器や、他の機器を販売するために利用することを禁止した。ただし、この規約改正は盛り上がっている銃規制議論との関連を否定している。ありがとうございます。